実を言うとこっち来てから会ってねえんだよ。どうしただ？相馬とは500回以上も料理勝負してきたんだ。それだけで十分な気がしてな。500回ってすごい回数だよね。ま、最初に料理を教えてくれたのは母ちゃんだったけどな。思い出すな。母ちゃんと親父が2人で雪平の厨房に立っててさ、俺は毎日それを飽きずに見てた。たまこちゃん、お任せ頼めるかい？よし、かけろ。当たりか外れか。お任せ一人前だね。待ってな。よっしゃ、お上がんな。うわ、来た。ビール3本ね。レオ、おかしいね。仕上げの味付け間違えたかな。定食屋の娘だってのに料理が下手くそとはな。でもたまに当たりがあるんだよ。チャーハンは割と外れが少ないぜ。当然チャーハンは一番失敗してるからね。失敗は成功の母ってやつよ。くっそ、口直しだ。丈一郎ちゃん、煮つけ一つ。はいよ。あんた、あたしも煮つけあと生ね。混ざるな混ざるな。失敗も成功も関係なく楽しそうに鍋を振る母ちゃんが好きだった。いいかい相馬、左手が肝なんだ。やってみな。うん、母ちゃん焦げるよ。いいさいいさ、その調子だよ。授業参観。気がいいな。こら、どうした相馬、何の騒ぎだ。あっぶねえ、大事な食材落とさなかったぜ。大怪我じゃなくてよかったけど、これ傷が残っちまうかもしれないよ。うわ、傷、なんかかっこいいじゃん。バカだね男の子は。どうだ玉子、昨日思いついた新作なんだ。めえな、さすがだぜあんた。なあなあ母ちゃん、俺も作った。父ちゃんよりうまく作った。うん、まだまだ父ちゃんのが上みたいだね。かーんいつまでも親子3人一緒にいられりゃよかったんだが。親父、料理勝負しようぜ。よし、やるか。あの頃から強いやつだったよ相馬は。なんてったってあの玉子の息子だからな。